もう外からも全部変わってほしいですね。トップバッターでなかなか喋りにくかったと思いますけども、ありがとうございました。大丈夫ですので皆さん、気軽にスピーチしてください。それからもうちょっと中の方に、はい、お入りください。ちょっと暗いですのでね、この中ですと明るいので、はい、遠いとね、なかなか喋りにくいんですよね、これが。はい、すいません、よろしくお願いします。それからちょっと蒸し暑いんですけれども、喉が渇いたっていう方いらっしゃいましたら、お水ご用意しておりますので、スタッフの方におっしゃってください。よろしくお願いします。では、はい、次の方お願いいたします。こんばんは。10回目ぐらいの参加のもので、スピーチは2回目です。元都立高校で物理の教師をしていまして、で、物理の教師っていうと大抵こう集まりに行くと、しらけるんですよね。ああ物理はダメでしたとか言います。本当は物理は面白いんです、ちゃんと。うまくいけばすごく面白いんですけど、それは、ちょっと置いておいて、今日は教育界の中の、一つの動きをちょっと紹介したいと思いますけど、今まで原子力村関係の圧力で、結局学校教育の中で、放射線の教え方が不十分である。どういうふうに不十分かっていうと、放射線は安全なんでいろいろ使われてるので、そういう認識がその日本国民に浸透してないのは教育がダメだからと。ということで、そういう圧力がかかって、今まで副読本っていうのが出てたんですね。で、副読本っていうのは、原発も素晴らしいこの未来のエネルギーだっていうような書き方をされてた。で、それが、3.11 の、事故で、さすがにそれが通用できなくなって、急いでそれを回収したんですね。で、回収して、その後どうなったかっていうと、その原発のことは削除して、ほぼ同じような内容のものが各学校に配られた。で、全体として放射線はこんな風に利用されている、こういう風に大したことないんだ、何か起こったら、マスクすればいいとか、そういうような感じの、だったんです。で、それが日本中にあるもんですから、東京都の、教職員組合が、東京都の民主教育を作る研究会っていうのを作って、で、僕もそこの、共同研究者ということで、高校側からそこに今、参加してるんですけど、でそこでいろいろ批判ばっかりしててもしょうがないから、現場に役立つものを作ろうということで、その批判、その副読本を批判する、冊子を作ったんですね。で、できたばっかりなんですけど、今日持ってきたんですけど、大変、面白い冊子で、その副読本が、真ん中ぐらいにこう、その真ん中に、コピーしてあって、でここのところの、この箇所がこうおかしい、こうおかしいってことがずっと書いてあるんですね。で、これが、現場の先生忙しいので、こうただの批判本だと、利用するのがなかなか大変なんですけど、これだと一目瞭然で、ちょっとどこがおかしいってことで、それを使って、教えなさいなっていうようなことが来た時に、これはすっとこう役に立つんじゃないかということで、ちょっと面白いのを作りました。で、東京の、小中学校の全職場には、組合で作ったものですから、全部これが、2学期には届きます。全部それで、非売品なんですけれども、その、小中の、先生方の組合関係の方には、それだけでいくんですけども、それ以外の方には、カンパとして一部100円で、お分けしようということになってます。で、何冊か持ってますので、もしご希望の方は、僕あの辺にいますので、一部100円のカンパで分けていけると思います。というわけで、ささやかなことですけど、そういうわけで、原発廃炉、それから放射線の危険性っていうものに対する正しい理解が教育の中でも進むように、ささやかですけども、そういう努力をして、これからもやっていきたいと思います。失礼します。はい、ありがとうございました。ここファミリーエリアは民主主義の夜間学校って言われてまして、みんなが先生で、みんなが生徒で、みんなで知恵を出したり教え合ったり学んだりしながら、
いろんなことを学び合って協力して頑張っていこうよって言ってるんですけど、本物のね先生も参加してくださってて本当に心強いなと思いました。はい、ありがとうございました。はい、では皆さんもうちょっと、はい、もう3歩4歩ずつ、はい、中の方にありがとうございます。自転車隊の皆さんもこんばんは、よろしくお願いします。ご苦労様です。はい、では今日は愛知県からも参加してくださっています。ね、先月でしたっけ、もう来てくださいました。はい、ルーちゃんです。はい、皆さんこんばんは。名古屋から来ました宮井と申します。少しだけお時間頂戴いたします。苦しみの比較っていうのはできないと思うんです。みんなそれぞれ何かしら事情があって背負ってると思います。その中で生きる力を戦うということからもらってるんじゃないですか。例えばお子さんだったらお父さんお母さんの言うことを聞いて元気に大きくなる。お父さんは会社などで家族のために頑張る。おじいちゃんおばあちゃんは次の世代のために健康でいるように頑張る。病気の人は病気と立ち向かう。みんな何かに向かって戦ってるんじゃないですか。今回の 3.11 は実はみんなが加害者であり被害者であったんじゃないですか。日本中が大なり小なり浴びていると思ってます。被害者だったら声を上げるべきなんです。この前もお話しましたけど、僕オートバイの事故で義足なんです。手術の時の薬で薬害の C 型肝炎になってます。20年で肝臓がん肝硬変になるっていうふうに言われました。今27年経ってます。まだまだ行きますよ。まだまだ戦いますよ。東電のタンクの話さっきありましたよね。東電の首脳陣はまあのんきにやってるでしょう。でも現場の方ってね、多分ねいっぱいいっぱいで頑張ってると思うんです。記者会見見るとムカつきますけど、だったらね外部からね指示や意見を聞くべきでしょ。原発いらないよね。再稼働反対だよね。今すぐ入るじゃないのかい。ところがね外部から聞かないでしょ。テレビに、ね、あの会見出てる人も多分ね頭脳明晰な方ばっかりなんです。頭脳明晰な方が水漏れのメモリもついてない、水量計もついてないようなタンクに汚染水入れますか。僕はね確信犯だと思ってますよ。原発いらないよね。再稼働反対だよね。今すぐ入るじゃないのかい。ビッグデータってあるでしょ今世の中、携帯とか皆さん持ってて、それってねいろんなデータが蓄積されてって、それによって結局国や会社企業なんかも人の方向、人が関心を持ってる方向にいざなっていくんです。そうですよね、分析するわけだから。ということはね僕たち国民一人一人がね
何が大切かということをね、意識を持てばね、国は勝手に変わっていくんです。原発いらないよね、再稼働反対だよね、今すぐ入るじゃないのかい。ドイツだって30年戦ってんですよ。そうですよね、2年5ヶ月経ちました。スタートラインに立ったばっかりじゃないですか。原発いらないよね、再稼働反対だよね、今すぐ入るじゃないのかい。原発をね、推進するっていう人も意見です、意見ですよね。脱原発派の私たちも意見です。意見ってね、生きているから言えるんですよ。答えは簡単じゃないですか。原発いらないよね、再稼働反対だよね、今すぐ入るじゃないのかい。頑張っていきましょう。皆さんが幸せになるように、あと1個、自分の命は一つの命、一つの声はみんなの命です。原発いらないよね、再稼働反対だよね、今すぐ入るじゃないのかい。ありがとうございました。ありがとうございました。愛知から参加してくださいました、義足のオートバイ乗りルーちゃんでした。力強いスピーチでした、ありがとうございました。本当にみんなでね、力を合わせて全国いろんなところで原発いらない、今すぐ廃炉の声、大きく大きくなっています。今日はですね、遠く九州からも参加してくださっていらっしゃる方がいらっしゃいます。ファミリーエリア、先週初登場でしたけれども、今週も、来てくださいました社民党の福島みずほさんです。こんばんは、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも皆さんこんばんは、社民党の福島みずほです。9月15日すべての原発が止まります。それから私たちはすべての原発を再稼働させない、新増設もさせない、そのことに一緒に成功していきましょう。全国の原発見てきました。9月にはまた岩井島に行ってきます。岩井島に前訪れた時に、その島の人たちと本当に仲良くなりました。漁業組合切り崩しなど実は行われてるんですが、月曜デモに、何十年と続いている月曜デモに参加をして、一晩泊まってみんなと、上関原発断固建設させない、そのことを岩井島でまた頑張ってこようと思っています。全国行脚をして、どこの原発も再稼働させない、新増設させない、そのことを地元の戦いと一緒に実現していきたいと思っています。ここの国会での声も現地へ、地元へ届くように、お互いにネットワークで力を合わせて一緒にやっていきましょう。私もそんな役割を果たしたい、そう思っています。次に汚染水について話をさせてください。なんか新聞読むたびに冗談じゃないと、参議院選挙が終わってなぜ汚染水の発表が参議院選挙後に行われているんでしょうか。どん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 ひどくなっています。東電に汚染水の処理などできません。専門家をしっかり入れてやるべきです。また皆さんご存知の通り、今エネ庁がやっている汚染水の処理は企業の秘密を守る必要があるとして情報公開されていません。傍聴も認めていません。こんなの全くおかしい。すべての力を結集し、情報開示をしっかりやりながら審議会傍聴させるべきだと思っています。一緒に実現していきましょう。何が真実かもう分かんないような汚染水の処理で、私は言いたいです。汚染水の処理もできない東電に柏崎刈羽原発再稼働申請する資格はありません。そして汚染水の処理何もできない他の電力会社にも、日本の原発の再稼働の申請をする資格はありません。
ましてや原発輸出をする資格などありません。もう原発輸出もやめろ、その声を大きく上げていきたい、そう思っています。子ども被災者支援法に関して裁判が提訴されたんですよね。されました。国会でなんとか頑張っていますが、さらに裁判提訴した皆さん、なんとか実行を荒らしめるべきだと言っている皆さんたちと力を合わせて基本方針作らせること、8月末までに概算要求に予算をきっちり盛り込ませること、子どもたちの健康診断国が責任持ってやれ、福島もそう、福島以外の関東ネットの皆さんたちとも全国の皆さんとも力を合わせ、子どもたちの健康診断甲状腺血液検査も含めやれ、そのことを何としてもこれから行政交渉をして実現させようと意気込んでいます。どうか一緒にやりましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。社民党の福島みずほさんでした。約束通り今週もちゃんと来てくださいました。本当にありがとうございます。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、それではお待たせいたしました。九州から今日は参加してくださっています、玄海原発のある九州からの皆さんです。どうぞ前の方に、かわいい横断幕、はい、どうぞ前の方にどうぞ。皆さんこんばんは。九州の佐賀から参りました、私たちは九州玄海訴訟の原告団の者です。去年の1月に原告の提訴1回目を始めて1年半、7時の提訴までしました。そしてなんと原告団の数は6751名です。こんなに大きな公害裁判というのは今までにあってないんですね。それで水俣でも勝訴をしましたけれども、その時の判決は国の基準に合っているからこれは会社は無罪だって言ってたんですが、その国の基準がおかしいっていう判決でした。まさにこの九州玄海訴訟はこの基準をおかしいからこういう事故があったんだっていう、そういう戦いなんです。壮大な戦いなんです。それで何としても1万人の原告団を作りたいと日々頑張っています。ここに申し込み書も持ってきました。パソコンされる方はここをメールを開いていただくとその申し込み方もついています。今北海道から沖縄まで1000件皆さん入ってくださっています。どうかこの裁判を勝ち取って、そして日本から原発をなくしていきたい、そういう力になり、今日ここで感じたこのエネルギーを佐賀の集会の金曜日に持っていきたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。で確か一口5000円とかでなれるんですよね。私もね告訴団入ってるんですよ、はい。もう頑張りましょう。はい、もうすべてのね原発を一日も早くなくすため頑張りましょう。ありがとうございました。はい、はい、ではツイッターやってらっしゃる方、ツイッターのねつぶやく準備をしてお待ちください。はい、久々に今日はツイッタータイムやります。ボンちゃんお願いします。こんにちは、今日も提案させてもらいに来ました。たくさん人が集まって原発反対をした時にどうだったかっていうことを思い返してみて、いろんな人がそれぞれ発信者になっていて多様な人がいたと思います。なので、もう一回発信をそれぞれつぶやいてみませんかっていうことで提案したくて、来ました。ちょっと文言はあれなんですけど、なのでツイッターを使ってみませんかということで、分からない人は、今日すぐじゃなくても隣の人かとか支援聞いて発信とかしてみましょうということで、はい、この文言で今からツイートを皆さんで一緒にせーのでつぶやきます。もう嫌です。
原発事故、命が大切、ファミリーエリアナウ、ハッシュタグのシャープ官邸前一斉で、ちょっと準備をお願いします。もう一回読みます。もう嫌です、原発事故、命が大切、ファミリーエリアナウ、官邸前一斉。もう嫌です、原発事故、原発事故、もう嫌です、原発事故、命が大切、ファミリーエリアナウ、命が大切、長いね、ファミリーエリアナウ、出てきたらハッシュタグ関係前一斉、はい、大丈夫ですかね。もう嫌です、原発事故、命が大切、ファミリーエリアナウ、ハッシュタグ関係前一斉、はい、ネットご覧の皆さんもぜひやってください、お願いします。もう間に合わない、はい、じゃあ いいですかね、せーので、じゃあ発信します、大丈夫、はい、じゃあせーの、はい、来ました、あ、ご協力ありがとうございます、頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました、はい、もう今日はもう盛りだくさんですからね、でははい、次お願いいたします、こんばんは、横須賀から来たタクシーの運転手をしています市原です。霞ヶ関のテントのそばの地下鉄から歩いてここまで来るわけですが、地下鉄の駅を置いてテントのそばでビラを配ってる人たちからビラをもらったりして、ここまで来るわけですけれども、本当に毎週この地下鉄の駅を置いてこの坂を登ってくるときにほっとすると同時に新しい気持ちになって、また頑張るぞと、今週もまたここに来たと、嬉しいなと、また来週、今週から1週間また頑張るぞという気持ちになって、また今日も来たわけです。私タクシーの運転手しておりますけれども、多分皆さんがですね想像しているようにこの金曜日の抗議行動を知っている人がたくさんいます。今週もですね76歳の高齢者の方が老老介護の方をお客さんに乗せましたけれども、おばあさんが、おばあさんって失礼ですけども、私もお父さんが元気だったら本当に国会の前に駆けつけたいなという人もいました。私たちが想像している以上にですねこの集まりっていうのはかなり多くの裾野にのところに広がっている、みんな覚えていることだというふうに、ね、理解しております。原発事故で福島原発のことでニュースを見ておりましたら、福島原発の汚染水のことがニュースのトップバッターに出るんではなくて、一度の4000本安打のニュースを見てびっくりしました。本来ならば福島の事故っていうのは相当大きなレベル3ですから、外国の内戦内乱のああいう国で言えば非常事態宣言で総理大臣がゴルフをやってる暇なんかないんじゃないかと。私は猪瀬直樹が東京でオリンピックを誘致しようとしておりますけれども、オリンピックの競技にですね、いろいろ陸上競技に円盤投げとかハンマー投げとか陸上競技にいろいろありますけど、私は猪瀬にオリンピックで、金メダルを取るために提案を一つあります。世界に負けないほどの陸上競技を丸投げという競技があったらいかがでしょうか。絶対日本は 120% 金メダルを取れるんじゃないですか。本当に腹が立ちます。お天気の何ですか、6チャンネルでお天気の予報をやっている森田さんが、
ほんの少しですがテレビのところで言ってました、おととしですか去年ですか、東京 の、の地域の、年平均気温が 0.7 度下がっていたっていうふうに聞きました。これは100年間の地球の温度が 0.7 度か 0.8 度下が、上がっただけでおかしくなるっていうことのを考えると、地球、東京で 0.7 度年間平均気温が下がったということは、多くの人がですね拳を振り上げなくても声を出さなくても脱原発の戦いを日常生活の中でやってきたんじゃないかというふうに思っております。私たちはそういう日常生活のいろんな形の人たちとやっぱり、会話しながら、もう少しもっともっと輪を広げていくことができるんじゃないかというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。もっと別のことでね金メダルが取れるような国にしたいですよね。本当情けない話です。ありがとうございました。はい、では今日はねアメリカからもね、はい、参加されてるんですよ。もう本当にもう今日は多彩な皆さんがこのファミリー A にお越しです。裸足で大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。あ、どうぞどうぞどうぞ。皆さんはじめまして、アメリカの南カリフォルニアサンオノフレ原発の近くに住んでいるベイ・ミキと申します。よろしくお願いします。今日はね皆さんに本当に一言お伝えしたくて来ました。アメリカにいるとねなかなか日本のメディアもとても閉ざされているので本当の情報っていうのが入ってきません。でも友達のツイッターとかあとフェイスブックとかで毎週毎週金曜日長い地下鉄をね乗り継いで暑い中そして寒い中絶え間なくこのように声を上げてくださる方本当にありがとうございます。とてもアメリカにいる反原発をしている友達たくさんいるんですけれども心の支えになってます。ありがとうございます。で私子供が2人いるんですけれども日本語学校に通ってます。小学校5年生とあごめんなさい小学校6年生と中学校2年生なんですけれども去年の5月に小学校6年生の息子の宿題に作文を書きなさいという課題が出ました。それはその宿題の内容だったんですけれども今まで子どもたちが日本の産業第一次産業や商業を勉強してきた中で日本には世界に誇れる美味しいお米そして豊かな漁場があってあります。あなたはこれから日本に対してどのような希望を持って日本の社会がどのような社会になっていきたいですかという課題だったんですけれども私家で息子たちに日本のお米が汚染されてしまっていることや食品の基準が上げられていることを話してます。息子は何を書いていいかわからない。僕は日本の将来に希望することはない。そのようなことを言いました。私は日本のお母さんにもう少しねとても辛い状況で暮らしていると思うんですけれどももっともっと声を上げてほしいです。子供を守れるのは母親です。父親です。それに私たちはね一人じゃありません。こんなにたくさんの人たちが毎週毎週金曜日ね声を上げてくださっているので私はその皆さんに希望を託したいと思います。すいません長くなります。今日はサンオノフレ原発でずっとサンオノフレの廃炉を要望してきたグループがあるんですけれどもそこ の, トップのトップというか中心になってくださるジーストーンさんというおじいさんがいます。彼の言葉を皆さんにシェアしたいと思います。日本の皆様へ私たち反原発活動家や環境活動家たちは日本の人々に起こった悲劇的な原発事故に非常に心を痛めています。
私たちの心は日本での全原発廃炉を望む人々と共にあり、そして共に祈り続けます。最悪の事故に対し心から声を上げているので、決して決して諦めることなく、あなたたちは心強く持ち信念を失わないでください。今世界の人々に先駆けて、あなたたちはこのような原子力災害産業と政府の腐敗した関係をどうやって断ち切るかを知らしめる機会を与えられています。そして核廃棄物をどのように最善の方法で処理するのかを模索し、世界を導く機会をも与えられています。それは全世界がどうしても必要なことなのです。この地球上には数百パウンドともいえる核廃棄物が存在しています。まだ遅くはありません。我々には原子力産業と腐敗した政府が世界の人々に与える迫りつつ大惨事を防ぐ時間があります。強く素敵な力で私たちを導いてください。あなた方の正しい行動で将来起こり得るあらゆる原子力事故からこの世界を救うべく私たちを導いてください。私たちはあなた方に望みを託し、そして共に戦い続けます。ジーンストーン。ありがとうございました。頑張ってください。どうも力強いメッセージをありがとうございました。一緒に頑張ります。はい、それではお待たせしました。今日も来てくださいました。ありがとうございます。まださっきどなたかおっしゃいましたように、初戦であります。残念ながら何ら収束なく、今なお新たな海洋汚染が憂慮されています。しかし今アメリカからのメッセージにありましたように、私たち一人一人の命の声がこのあるべからざる状況をまともに子どもたちを安心して育てられるように転換させることができる唯一の力です。それぞれ私たちできることはまだまだいっぱいあります。今私は本当に毎日毎日まだ死んでられない。私は残念ながらずっと前からドクターストップかかりっぱなしですけど、どうしても原発止めたい、原発より先に死にたくない一心で必死で生きています。一緒に40年前にした方々のほとんどが残念ながら孫子に申し訳ない、ご先祖様に申し訳ないと言いながら亡くなられておられます。本当にその方たちの熱い思いを胸に、今こうして皆さんたちと共に何としても私たち一人一人の命の声でこのあるべからざる愚かな状況を脱原発で改めていこうではありませんか。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとね、だいぶ人がね、増えてまいりました。どうぞ中の方にお入りください。はい、なるべく一人でも多く、この中の、はい、明るい方でよろしくお願いします。はい、お待たせしました。それでは、ファミリーエリアには2度目の登場かもしれません。今日は、はい、伊方原発止めましょいの若者の皆さんが来てくださいました。ようこそファミリーエリアへ。皆さん、こんばんは。こんばんは。伊方原発を止めましょい若者連合の呼びかけ人、歩むグリーンレモンと言います。実は私今日ここに来るのは初めてなので、前は後輩たちが来たんですけれども、ちょっとさっきは緊張して言えなかったこともここで話そうと思います。私たち愛媛で活動してるんですけど、伊方原発を止める原告を今、募集し、20日まで募集していて、この間なんと原告数が1000人を超えました。ありがとうございます。そして伊方原発が立っている伊方町からも勇気を出して2人の方が原告になってくれました。原発によって
経済も依存していて、私が館に行った時は原発っていう言葉を出すだけで微妙な空気が起こってしまう、そういう土地だったんですけれども、本当に何とかしなければという思いで勇気を出して出してくれたことに、他の私たち原告も勇気づけられています。今愛媛では伊方原発の再稼働に賛成か反対かという世論調査で 1% だけ実は賛成が上回ってしまったんです。でも私たちが街頭で感じるのは、その世論調査とは全く逆の風を感じます。私たちが1ヶ月前からノーニュークスマガジンを配っていたら1人200枚負けるんです。そして受け取った人がその場で高校生からおじいちゃんおばあちゃんまで、スーツ姿のちょっと難しそうな顔をしたサラリーマンも読んでくれます。私たちはこれをずっと続けて、もう今1000枚を超えたんですけれども、これを3000枚5000枚って配っていけば絶対世論は変えられると信じて行動しています。ありがとうございます。はい、頑張ります。私たちの地域にも福島からの避難者がたくさんいます。その方々は本当に苦渋の決断で愛媛にやってきました。ある方は先祖代々土地を受け継いで農業をしていました。その土地を奪った原発、このまま土地に残るか、でも子どもたちの健康をないがしろにしていいのか、自分たちだけ逃げるのか、そう思って愛媛に来た避難者たちは今生計を立てることに必死で、なかなか苦しい生活を送っています。福島だけではなく、福島以外の全国で原発事故はこのような形で全然終わってない苦しみを生み出していると思います。何としてでも全国のみんなと原発を止めたいと思っています。伊方原発に今までエネルギーも経済も依存してきたことは確かです。私たちは今こそ全国の知恵とか力を結集して、伊方町でこんな未来があるんだよってことを語り合っていけたらいいなと思います。原発に積極的な理由がないのは明らかです。原発をやめた未来にこそ私たちが望むべき未来があると思います。伊方が止まれば全国の原発を止めることができると信じています。全国みんなで力を合わせて頑張りましょう。よろしくお願いします。コールやってもいいですか？すみません、ちょっと声が枯れたんですけど、止めましょうコールをやります。皆さん手拍子お願いします。ダン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 、はい、止めましょう、はい、止めましょう、はい、はい、ガーシャ原発止めましょう、はい、はい、味方はいかん、止めましょう、はい、はい、全国みんなで止めましょう、はい、はい、若者みんなで止めましょう、はい、はい、おじちゃんもおばちゃんも止めましょう、どうするんだ、雇用はどうするんだ、いろんな問題があると思いますけれども、やはりみんな全国は一つで、原発いらないの一心で一緒につながって頑張っていきましょう。よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。はい、では7時をだいぶ過ぎてしまいましたけれども、こちらファミリーエリアでは7時台になりましたら、福島のことを思いながら、自分たちのふるさとのことを思いながら、原発早くなくなれと願いながら、ふるさとという歌をもう、1年歌い続けています。今週も皆さんと一緒に歌いたいと思います。皆さんどうぞ中の方に、はい、お寄りください。はい、ではふるさとです。よろしくお願いします。
もう本当に汚染水流出問題許せません。レベル3ってどういうことですか。大体私たちはこの場所で事故は収束していない、収束宣言撤回しろ、事故の収束に力を尽くせ訴えてきた、その声を無視してきた安倍政権がこの事態を招いたのではないでしょうか。先日規制庁と経産省にこの汚染水問題どうなっているんだとレクを受けてまいりました。海水への汚染状況データを示すと言いましたが、資料さえ出してこない、東電のホームページに載っているデータをそのまま読み上げるだけという始末でした。こういう東電任せの体制だからこうして事態がまたさらに悪くなっている。安倍首相は今すぐにでも収束宣言撤回して非常事態宣言出して総力挙げてこの汚染水問題対策出すべきではないでしょうか。何よりも政府が作った新規制基準にはこの汚染水対策も地下水対策も書かれていない。こんな状況での再稼働は絶対に認めるわけにはいきません。皆さん、この原発いらないの声、再稼働許さないの声、さらにさらに大きく広げて原発なくしましょう、再稼働許さない声広げていきましょう。私も最後まで頑張ります。頑張りましょう。それでは再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、どこにもいらない、汚染水流すな、海を汚すな、海を潰すな、汚染水流すな、漁業を守れ、漁業を守れ、未来を守れ、命を守れ、再稼働反対、再稼働反対、原発いらない、原発いらない、今すぐ廃炉、さっさと廃炉、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 廃炉。国会議員バッジもなんか見慣れた感じになってきました。はい、ありがとうございました。では、皆さんお待たせしました。今日は月に一度の音楽集会ということで、いろんな歌を歌ったりしながら原発いらないの、声を上げていきたいと思います。まず最初に、あ、はい、ではアジサイ革命のバラードさんですね。はい、よろしくお願いします。こんばんは、タクイケンと言います。僕最近したんですけども、この毎週金曜日官邸前のこういう行動は、金管行動と言われてるんですね。その金管をテーマにして作った歌あります。時代革命のバラードというタイトルで、YouTube にもアップしておりますので。検索して視聴してください。今日はライブでお届けしたいと思います。
歌をお持ちの方、今の歌詞カード
ことがあちらの方回っていますので、ぜひ皆さんも一緒に声を合わせて歌ってください。ですね、せっかくみんなが歌ってくれるというので、一回し目をみんなソロで歌ってもらって、一回し目をコーラスでやるので、二回し目に入ったらみんなガッと盛り上げてもらえると嬉しいです。作曲家から指示がありましたので、二回し目を、皆さんで大合唱で、声を響かせられたらと思います。合わせてもらってすいません。ありがとうございました。
ですので、原発問題のことでスピーチお願いします。ではドラム隊有志の皆さんとダミアンさんです。よろしくお願いします。
¡Gracias!
私ですね、9月1日の官邸前、そしてファミリーエリア の抗議行動のチラシができております。今からお配りしますので、ぜひお持ち帰りください。それからですね、この青い棒を持ったスタッフがカンパのお願いを今夜もさせていただいております。この抗議行動は皆様のカンパによって支えられています。お気持ちだけで結構です。カンパのご協力よろしくお願いします。それからですね、さまざまなチラシ、この8時以降になりましたらチラシお配りいただいて構いませんので、どうぞご自由にチラシの方をお配りください。はい、お家に帰るまでが抗議行動です。お家に帰るまでくれぐれもお怪我、忘れ物、落とし物、事故や怪我のないように気をつけてお帰りください。本当にもう雨が落ちなかっただけでもうほっとしていますね。本当に今夜も暑い中でしたけれども、皆さん本当にお疲れ様でした。また来週金曜日にこちらのファミリーエリアで皆さんと声を上げます。本当に暑い中皆さんお疲れ様でした。お気をつけてお帰りください。警察の皆さんもご協力ありがとうございました。お疲れ様でした。